礼です、お願いいたします、お願いしますということでね、ね、まあ、見ました、あの MC、滑ったライブって言われましたよ後輩になんかね、そのしばらく仕事がないからっていうのでね、そうですよ、そうですよ、こう司会とかどうって言ったら、いいですよやりますみたいな、やりますってね、たらね、そうです、滑ったライブだとかねとかね、ケチョンケチョンに言いますから、そのバックで、ね、音が止まったとかね、知らないわあんなもん、全部自己責任ですからねそう思ったらたまにあるでしょ、そういうことね、あ、頑張っていきましょう、あ、頑張っていきますか、もういいですか、杉谷健二さんのお話、あ、もういいですなんで全否定のやつオファーしたんだろうもういいですって、あ、いいですいいです、もう聞きたくないもう関わっちゃいけないやつの相手でしたねあ、もう俺はもういや我々のライブですから、あ、そうです、鉄ゲタライブ、鉄ゲタライブっていうね、名前変えました、ね、名前を変えて量産型吉岡君っていうね、僕の同期からあやかって、あ、もう吉岡もいい、いや、なんでだ、知らないだろ、いや、我々だけ見てください、あ、はい、あ、とにかく頑張っていきましょう、頑張っていきましょうね、まあ、最近ね、ちょっと、はい、足立区を中心に犯罪が増えてるじゃないですか、そんなことないわ、急にやめろよ、足立区ディスるのは、増えてるんですよ、本当に実際ね、まあ、ちょっとは増えてんじゃないですか、あの双子のね、弟が双子の兄になりすましたりとかさ、それは犯罪じゃねえよ、双子あるあるでたまにあるんだよ、あと双子の兄がね、こう弟になって祖母からお小遣いもらったりとか、だから犯罪じゃないんだよ、それお前がよくやってる手口じゃないか、まあまあそんな中で一番ね増えてるのがオレオレ詐欺ですよ、急にハンドル曲がった、あのね、確かにこれもね巧妙化されてるし、振り込め詐欺って今名前変わりましたからね、なんか金さん銀さんとか交互でね騙すらしいですからね、いやいいよ、いやフォルムに惑わされて、その見分けがつかなくなった犯人の気持ちはやらなくていいんだよ、だからね、今日はあの皆さんに僕がそのオレオレ詐欺の対策を教えますんで、対策、はい、で僕がねそのおばあちゃんをやって、こっちがあの、ね、詐欺の電話をかけてくるって、ね、あ、俺がかけてくるやりますから、はい、大丈夫ですか、賞賛あります、賞賛、いや、あるなんてもんじゃないですよ、皆さんこれ見終わった後スタンディングゴーホームです、入ってんじゃねえかよ、大丈夫それで、いや大丈夫、任せてください、ちょっとかけますね、プルルルルルルル、ちょっとすいません、なんだよ急にプルプル言うのやめてください、電話をやってんだよ、え、急にプルプル言い始めたらおかしいだろ、なんか西野かなかなってね、いや会いたくて会いたくてプルプル震えたわけじゃねえんだよ、そういうことじゃない、そういうことじゃないですか、違う、あ、レクチャーしてるんですよ、あ、そうそうそうでしょ、ピッポッパプルプル、もしもし、もしもし、どうしたの、おばあちゃん大変だよ、あのさ、ちょっと待って、なんだよこれ、同じ顔でやっていこう、気にすんじゃないよ、いいから続ける、わかります2人と、いや、いいんだよ大丈夫ですかそこからの意識確認じゃ、じゃあどういうことでこう来たんですか、僕がおばあちゃんやるんで、ちょっと詐欺師でね、いや分かってますから、はい、はい、いいですよ、ピッポッパポップルルルルル、もしもし、もしもし、おばあちゃん大変なんだよ、どうしたの、実はさ、さっき自転車でおばあちゃんを引いてしまって、え、慰謝料が必要だからって言って、今すぐ ATM に振り込んでいこないかな、いいとも、いやダメなんだよ、いいともって言っちゃダメなんだよ、電話の G 代にいいともってね何言ってるか分かんないよ、電話の G 代にじゃないんだよ、 G 代にいいともってね、いや、こういう時はさ、きっちり断らないと、っていうか騙されたの、いや、騙されたんだよ、え、俺、ぼったくりバーでも騙されたことないんだよ、奇跡だよ、じゃあもう、ぼったくりバーに入ってる時点で騙されてんだよ、それは、あ、そう、そうだよ、じゃないんだよ、いや、こういうのね、こう、情に流されやすいけども、こういうのもちゃんときっちり断んないと、あ、そう、断んなきゃね、それが大事だから、もしもし、もしもし、うん、振り込みはできないんだよ、そこは何とかしてくれよ、今ね、送迎のゲーム実況やってるから無理なんだよ、なんでゲームしながら電話出てんだよ、あ、なんだよ、今ちょうど双子のゾンビに両肩を噛まれたよ、どういうホラーゲームだよ、なにこれ、両肩でこうガブって、なんだその几帳面なゾンビは、あ、なんだよ、もう今5万円のスパチャが入りました、結構儲かってんな、大金持ちじゃねえかよ、こんなん何本あってもいいですからね、なんで急にミルクボーイぶっ込んだんだよ、ボーイは、ボーイはじゃないよ、あ、来た、おい、なんでお前、いつまで電話してんだよ、いつまで電話じゃないんだよ、え、もうええわって言って電話切るバカがいるかよ、いや
言ってるの対策になったでしょ。いやまあでもなんとなく分かりましたよ。こうやってね犯人に向かってなんか面倒くさいやつっていうのを演じて、それでもう犯人からもうこいつにねもう言ってもしょうがないっていうふうに思わせてこう電話を切らせる、そういうこと言いたいでしょ。いややっぱオレオレ詐欺の対策はゲーム実況が一番やね。いやそうとは限んねえよ。どうもありがとうございました。